よっしゃ、今日は盛り上がりそうだぞ。いや、旅人じゃないか。ああ、旅人。私も聞いたよ、旅人。さすがは姉御だ、人を見る目。そう謙遜しないで。モンドでも栄誉騎士に関する噂で。だからさ、あなたのようなすご。そうそう、旅人がな私と。あんたは忙しいから来れないんじゃないかって心配してたところだ。お、あ、北斗姉さん、うちら今北斗の姉貴も手伝ってよ。こいつならもう私らと一緒に。お祝いのためじゃなくて。まあまあ、よくわかるさ、旅人。もしこいつが仲間に加わってくれたら、南十字にとってこれ。そうそう、だが旅人ほどの英傑には旅人の足止めをさせ、前に。そんなことをしたら進み続ける南十字が。確かに、うちらの考えそういうことだ。それにそのためにあんたらだって。そうだな、姉貴の教えを忘れるところだった。お、もう忘れんなよ。さ、よく来てくれた、改めて歓迎する。その褒めこ。民たちの間では南十字の棟梁は他だが、もし私がその噂に乗っかり、海の形は千変万化。とはいえあいつらだって別に普段。今日みたいにあんたを強く誘ったのもならよかった。そうだ、稲妻といえば隣で詳しく話そう。前回あんたが島に上陸した後、私その沈没船の中。最初は海図だと思い、だがよく見てみるとそれはリーウェに隠された宝の地図だったんだよ。ああ、いや、そういうのではない。ただあまりに具体的な場所について、私もリーウェの様々な場所を。だがそこであんたのことを思いついたんだ。あんたが力を貸してくれたら。ほら、これがその宝の地図だ。見てくれ。どうだ、思い当たる場所はあるか。桐原か、思いつきもしなかった。どうやって判断したんだ。はあ、さすが旅人だ、そんな細かなとこ。それじゃあ一緒に確かめに行こう。後々あんたの力が必要になるかもしれない。行こう。あんたの話だと、ん？あの連中はどうやら砲塔だ。相手は大人数。もし後々戦うことになったら、あれ式の相手、私一人。野郎ども、もっと気合い。全員動くな。だ、俺様が誰か知らないようだな。な、竜王だと。誰が動く。竜王様、北斗様、つい偉そうな口を聞いてしまいました。どうか寛大なお心なら、せめて俺の手下捕まえるのなら北斗様に不敬を働こうなど。ほう、まあいい、白状なやつではなす。行け。ありがとうございます。おっと、北斗様、他に何が。この宝は元より主なきもの。先に見つけた奴の手に渡るのがど。あんたらが先に見つけ。この北斗が力を振りかざし誰かをいじめたなんて。北斗様、ね、この宝はさあ、ふん、あんたらの行為を素直に受け取ろう。どうやら今後もし改心をする気があったら、南十字のコネを使って。決して大きな仕事じゃないが、少なくとも、ま、なんと。さて、この宝箱の中には何が入っているのか。
これじゃないな。もう少し探してみよう。この石妙だな。何か隠れてるのかもしれない。何もないな。うん、他を見てみよう。あのヒルチャールたち何か掘ってるみたいだな。確かヒルチャールは地中に埋まった宝物を掘り出すと聞いたことがある。私らも行ってみよう。諦めなさい。みんなは俺が風を知れ。うまく借りなく時こっちにもないな。怪しいところは全部探したが何も出てこなかった。それは北斗様、北斗様。あ、何しに戻ってきた北斗様。実は俺たちこの辺をずっあれから北斗様どうか機会をお与えください。ほう、もちろん。なら覚悟しろ。港の雑用といってもよそから見れば南十字の助っ人のようなものだ。苦労することになる。当然他の人よりも厳しい審査を通過する必要だってある。はい、もちろん分かっていますとも。正直なところ、今日道を示してくれたのが名実ともに義に厚い北斗様でなければ、でもそれを言ってくれたのが北斗様だから俺たちは決心しました。南十字に高望みをする。だが英雄は出生問わない。目、いつか私をうならせ。南十字のあんたらが望むことも不可能ではない。北斗様、ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。そうだ北斗様、何かお探しのようでしたが、まだ見つかっていないのでしょうか。どうした、まさか何か心当たりでもあるのか。俺たちは桐原に2つの宝があると聞き、兄弟を連れて今日ここに来たのです。そして一つ目の場所に着いたところ、北斗様に出会いました。もしかしたらもう一方の場所に北斗様の望むお宝があるかもしれません。この辺りのはずですが、具体的にどこかというと、実は俺もよくわからないのです。宝の手がかりは闇市で聞いたもので、ある死に手がかりが隠されています。泥酔し人影のない廃墟を見つめ、横になった工事の影が重なる。人影のない廃墟というのは、いやしかし死の後半は、いや全くこの俺がバカなせいで死に手がかりが隠れた。私の隣にいるこいつだが、宝を探すことに関してそうだろ。まずはその場所に。あ、はい、やろうども。いざ。ここは死にあった人影のない廃墟です。多くの宝があったと言われています。しかしこの辺りの様子を見るに。ということはこの詩をちゃんと解読しなきゃならんみたいだな。泥酔し人影のない廃墟を見つめ、横になった工事の影が重な。何か思い当たることはあるか。少し離れた場所で、かつここが見える場所ってことか。なら木の影はどういう意味だ。あ、わかりました。この人は日没工事の影。早速その周辺を探すとし。牽引全票、おとなしく捕まれ。
見つけたぞ。苦労した甲斐が、さすがだな。あんたがいなかったらこの金券は見つからなかった。私らにとってこれだが、一部の人、この宝の地図を見つけた時、詳しくは。読み終わったか？ああ、間違いを犯したわけではないが、よし、私たちが彼、雨は根なしの水、すなわち最も清浄な水だ。妖魔退治にかなり役立つぞ。風に乗って飛ぶぞ。ここだ。野郎ども、仕事だ。この金券を小屋に住んでるばあさんに渡してやろう。はい、北斗様。どうした？ただ、飛王宮はどこにでもあるもんじゃない。この飛王宮は、今日はあんたが同行してくれてた。さ、行ってきな。この飛王宮と異郷にいるあんたの子供がよろしい。